こんにちは、皆さん、中山茂樹です。今日もご視聴いただきありがとうございます。コロナウイルス対策で10万円が支給されるということで、皆さんその10万円の方はどのように使う予定ですか？ある人はカメラを買うとか、ある人は iPhone SE を買うとか、やっぱりその今自分の、生活、まあ家の中にいることが多いので家の中で使うもの、あと任天堂のあのスイッチを買う人とか、まあはたまた貯金する人、家賃に回す人、いろんな人がいると思うんですけど、今回のその経済対策で、皆さんが欲しいものというか10万円で何に使いたいかっていうのを皆さん、もしよかったら下の方にコメント欄で教えてください。個人的にも気になりますし、ちょっとその10万円でも外で使えないじゃないですか。外に、まあスーパーとか使えるのかもしれないけど、お店に使えないから、そこもまたどうしたものかっていう、そういう飲食店や、そういうお店に回さないと、結局そこの人たちが営業をもう再開できないっていうことになっていくので、そこもどうなのかなっていうところで、まあ皆さん、あの下にこういう使い方がいいんじゃないっていうコメントがあれば教えてください。それでは。